はいどうも、皆さんこんにちは、コウヘイでございます。ということでですね、今回なんですけれども、まあ来月にね、もう来月の1日ですか、だからもう実質2週間ぐらい、あと、もう迫ってまいりました、5周年発表会あったのね。まあおそらくね、もうここまでね、もう発表会やりますっていう風に、もう、で、しかも人を集めて発表会をさせるってぐらいだから、おそらく相当ね、内容がいろいろと詰まった発表会となると思うんですけれども、まあそんなね、発表会でもね、おそらく、まあ出るんじゃないかなと思われるのがもう3月ですからね。アクアの、まあアクアクラブですね。アクアクラブ2020が今年あるのかという、まあことですね。今年アクアクラブ2020が行われるのかっていうことについてなんですけれども、正直ね、これ本当にね、わからないんですよね。2020をやる可能性も、十分あるし、まあ、やらない可能性ももちろんそれはありますし、まあ今回はですね、その2020アクアクラブがですね、あるのかっていうことについて、こう、お話をしていこうかなと思うんですけども、一応ね、下半期ぐらいにライブをやるじゃないですか。ネクストライブ、まあナンバリングライブですね、次の6ライブ、ナンバリングライブが、やるとしたら今年の下旬ぐらいだと思うんですけれども、そういった、なんて言うんだろう。一応今後もね、アクアの活動、まあナンバリングライブも含めていろいろやっていくよっていうことを考えると、全然アクアクラブをね、まだやってもおかしくないんですよね。それこそね、セイントスノーとか、あとはそのアクアでもね、今後出すよって決まってる曲、実はいっぱいありますしね。なんだっけ、みんなで作るアクアの歌とかも、そうじゃないですか。まだあれ全く詳細が一切出ていないんですけども、あれもやりますし、だそれ考えると5周年発表会でみんなで作るアクアの歌とかも発表されつつ、もしかしたらだからそれがテーマソングになるかもしれないし、でアクアクラブ2020もまあ2021年まで行われますよっていう会員制のクラブで、でそのテーマソングがみんなで作るアクアの歌っていう可能性もあるし、だそれをライブで次の6ライブでやりますとかっていうね、可能性もあるし、時期的には全然それあり得るじゃないですか。そう。そういったことも考えると、全然ね、あれ、可能性としてはあり得るんですよね、アクアクラブ2020って。そう、2019がどうなるかっていうのがね、ちょっと自分のところでは当時ね、結構考察をとかもしていたんですけども、まあ、結果来たし、普通にね、フィフスライブとかも、のタイミングもあったからね、全然あり得るだろうって、まあ、思ってはいたんですけど、まあ、ちょっとね、当時ね、劇場版も終わっちゃったし、どうなるかわからないみたいなこと言ってたんですけども、結果あったんで、で、次のね、ライブも、まあ、多分やると思うし、そういったね、もろもろのことを考えると、今年も、ね、まあ、テーマソングもあるし、まあ、あってもおかしくない、っていうか、全然ね、あっても、ね、全然不思議なことではないんだろうなって、僕の中では思いますね。はい。だそれこそね、本当だったら、アジアツアーとかね、今年もやってほしかったんですよね。今年っていうか、まあ、次のアクアクラブのタイミングでもいいんですけど、全然。やってほしかったんですけど、やっぱり今ね、ちょっと、こういったご時世、コロナウイルスとかの関係もあるので、少なくともアジア地域でのツアーっていうのが、もう、ほぼ不可能みたいな感じになってるので、残念ながらね、この騒動が収まるまでは、まあアジアツアーって多分できないと思うので、絶対に。台湾でも多分今回できないと思うので、これに関しては。地理的な問題で、やっぱりそういったのはあるので、アジアツアーとかはしばらくは見送りって感じになると思うんですけど、まあやらない可能性ももしかしたらあるかもしれないんですけど、まあただ、まあね、別にアクアクラブはね、アジアツアーに何も、こう凝ったわけじゃないから、ねえ、あり得るし。まあ、ただ、そういった簡易性のものをつけるっていうのであれば、何かしらね、こう、オフィシャルツアーみたいなのをね、やっぱりこう企画してくれないと、ねえ、やっぱりその辺は、まあ、オフィシャルツアーでもいいし、もしくはそういった先行抽選、アクアクラブ会員の先行抽選みたいなものをつける、やっぱり必要性があるから、お金を、会員費を払ってるわけだから。そうなると、まあ、次のナンバリングライブが、もしかしたら会員先行みたいな感じになるっていう可能性もあるし、何かしら今後ね、まあ、二つぐらいはね、イベントはあっても、ライブとかね、あってもおかしくはないんじゃないかなと、アクアクラブ2020が今後あるとしたら、おそらく5周年発表会でね、これについても発表されると思いますけど、
まあ今後ね、あの、アクアクラブ2020、まあ出たらね、それはそれでね、また個人的にも購入してね、会員にまたなろうかなと思っております。皆さんはですね、アクアクラブ2020に関してはどう思いますでしょうか？発売されると思いますか？またね、あの、アクアクラブ出たら、今年買おうかなと思いますでしょうか？皆さんぜひね、こちらについてもコメント欄でね、いろいろと書いていただければと思います。もしですね、この動画いいなと思いましたら、グッドボタン、高評価とですね、あとチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いいたします。ではですね、また次の動画でお会いいたしましょう。以上、浩平でございました。バイバーイ。